るってことはね、大層な企画なんでしょうね、今日多分。いやね、今までね、多分テレビで見たことない企画やるから。もう本当にエスコレンジは斬新なものしかしねえな。やっぱ社長がいるからね。また被ってたから。なんだよお前ら。さっきからずっとカメラ被ってた。斬新な企画ってことは絶対今が夏とかそういうのは全く関係ない。関係ない。関係ない。夏の季節は関係ない。もう全然関係ない。斬新斬新。雪祭り系の。ああなるほどね。うん、だから札幌の話をみんなたくさん集めるっていう話、その辺で誰もやってないようなことですもんね。今日地方の話を俺しようと思ってたまあ、あったでしょ、東北とかね。あ、なるほど。だから北海道レンジャーみたいなやつやろうと思ってるけど、うん、じゃあそのボードを出して、うん、ボード出してみる、うん、じゃあとりあえずじゃあまあ伊豆美さん今日僕顔むくんでます。その情報いいよ。あららあら、はい、じゃあ今回はね、斬新なやつ。伊豆美は肌の調子があんま良くない。いやね、違うね、全然それじゃないそれ。ちょっと肌悪いんで、ちょっと疲れてるかもしれないね。じゃあはい、じゃあ今回のねやつやります。頑張りましょう。出すタイミングだろね、もっと早く言えよかったら。はい、じゃあ今回こちら。お、はい、見えますか、ベッタータンガー。ベッタ、第1回真夏の怪談話。イエーイ。あ、照明が。あー、いいね。これ霊的現象だね、これ。あれ？あれ？落ちちゃった。あれ？猫の声聞こえない。猫の声聞こえないな。聞こえないか。雰囲気。雰囲気いいですね。あ、いいですね。なんか雰囲気暗くなりましたね。あ、ちょっと涼しい。このさ、暗くなったタイミングでなんだけど、はい、自己紹介してほしいって言われたんで、一回自己紹介始めましょうか。はい、はい、じゃあ右から行こう。はい、すいません。トヤと申します。イエーイ。よいしょ。またエスコレクションに入って3ヶ月目ですけども、アルティメットヒカードラゴン。はい、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 ファンランクじゃないですか、前から。ヒカードさん、ヒカードさん、そして社長、社長、アルティメットシズタイガーです。はい、で、いつも通り泉です。で、そしてマンモスです。タイガーって言ったらマンモスから。あ、龍神ネタです。お願いします。はい、こんにちは、千尋です。こんにちは。はい、入ってまだたったの1年3ヶ月の蓮ですよ。おお、今日は7名でお送りしますので、よろしくお願いします。はい。てか、めっちゃ音怖くないですよね。怖い怖い怖い。しかもさ、こういうのをさ、やるとさ、あれだよ、寄ってくるって。あー、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 女が。女か、そんなに。多分、ホスト集まったから。出せよ、一回も。今日売れるな。勝手に寄ってくるから。で、それぞれあれだ、怖い話があるわけね。みんな、持ってきて、やったんだね。まあ、20何年生きてたら、一つや二つ経験あるじゃないですか。そうね。実体験とかね。ありますね。4つくらいあるだろうね。じゃあってことで、じゃあ行きますか。ここから、はい、うん、まあ結構笑いなしでガチでやる方向で俺は撮っていいのかな。はい、ガチの方向ガチで。はい、わかりました。じゃあパソコンの前にいる方は皆さんね、ティッシュをちゃんと必ず用意して。いや、なんでなんでなんか起きるの。なんでちょっとエッチな話をしてる。ぜひ暗くエッチな話を。マジの話伝わり。はい、じゃあそちらから、じゃあ今夜から、はい、ちょっと、はい、やっぱ東山も意外に年もね、はい、結構上の方だから、はい、体験の方も多いと思うから、はい、はい、じゃあ東山さんの方から、はい、じゃあこれ僕が実際経験したことなんですけれども、4,5 年前ですかね、はい、ちょっと僕が住まいから自転車で10分ぐらい先の飲み屋さんに友達と、ちょっと待ってください、はい、ちょっと BGM うるさくてみんなの声聞き取りたい。もうちょっとだけ BGM 落としてもらっていいですか。やっぱ怖い話すごく聞かないとね。それか俺らが張ります。あ、もう一回で、はい、大丈夫ですか。ごめんなさい、もう一回最初からお願いします、はい、当時、最初から週末ヒーロー、ヒーローレンジャー、イエーイ。するってだから、そんな雰囲気始まんねえだろ。泉さん、今日斬新な企画なんじゃないですか。いいよ、そこまで終わったんですよ。アルティメット知らないか。マンモスだよ。うるせえわ。ありがとうございます。社長の方、昨日猫の恩返し見て頭おかしくなった。何の紹介や。さっき猫ちょっとみんな単純にちょっとビビってますね、俺。ちょっとなんかうまくされそう。ちょっとすぐ処刑するから。真面目に書いてます。じゃあ、はい、じゃあ、当時住んでたから10分ぐらい離れたところに友達を3人で飲みに行ってたんです。で、まあ夜中3時、
ぐらいにちょっと飲み終わりまして、自転車で自宅の方に帰ってる途中にちょっともうお腹を下しまして、で途中に公衆トイレが公園、そこにちょっと間に合わないと突然書き込んで、まあ皆さん嫌じゃないですか、こんな夜中に公衆トイレとか。それでパッて入ったらこう個室トイレが2つあった。カメラあっちですね。はい、個室トイレが2つあった。で一番近い右側のトイレにパッと入った。それですぐに用足して、まあそのまま帰ったんですけれども、朝5時ぐらいになってちょっと喉乾いたなと思ってコンビニ行こうと。でまあ公園の前を通り過ぎた時にすごいパトカーだったり人だかりがすごいって言った。うん、ただその中に一人公園の掃除するおじさんが知り合いがいましたんで、どうしたんですかって声聞いたら、いや首吊り自殺だよって言われちゃいまして、え本当ですかって、えでも僕ここ朝3時ぐらいにトイレ使いましたよと。えじゃあ見てないの。いや見てないですと。えいつぐらいにその死亡推定時刻とかっていつ時間大体どれぐらいだったんですかって言ったら、3時から4時の間にって言われたんですよ。どうやらできせるなって。っていうか、え嘘でしょと。でも誰もいませんでしたよ。いやいや、3時から4時の間絶対自殺してるんだ、検視の結果と言われて、えどういう状況で亡くなったんですかって言ったら、いやさ、上の水槽タンクに紐をくくりつけて首つけたんだけどさ、それがまたおかしいんだよ。右側のトイレ覗き込むように首つってたんだよ。言われた時に、僕はその隣で用を足してたわけなんですよ。そう思うと、ゾッとして、えって思って。でもその時人影とか気配とか全くなかったんだよ。で、もし僕左に入ってたらと思うと、急ゾッとしたんですよ。うぅぅぅぅぅぅぅいやでも鳥肌立ちましたね。ちょっと鳥肌立った。すごいバードスキン。まあ、鳥肌ね。鳥肌、かっこよく言いましたけど、鳥肌ですよ。まあまあまあ、こういう実体験があったんですけど。すごい。なかなかない、その。そうですね。壊せないの。別にそんなに怖くなかったな。これが俺の。ブルブルして。怖かったね。すごい。何年前の話？これ3、4年前の話。3、4年前。はい。ロサンゼルスの話？ロサンゼルスの話。ああ、ロサンゼルスの話。はい。いやー、すごい。なかなかないよね。トイレね。トイレ怖いですよね、トイレ。間近でね、死と向き合うって怖いよね。しかも他人の。そうですよね。開けなくてよかったなって思って。左も鍵が開いてたんでね。いやー、涼しくなったら少しね。涼しくなりました。例えば、そういう怖い、まあ、体験あった後に、なんか先おかしいなっていうのはなかったの。あ、で、それ…ついたみたいなのもない。ついたというか、なんか…それから右足がすごい悪くなりまして、なんか怪我をしてしまったってことがありまして、突然自転車がパンクパンってして、パンパン人間でちょちょパンパンタイヤが、自転車のタイヤがパンクして、それで膝を怪我したって、その次の日にちょっと怪我しまして、なんかね、でもおてんばらだけねおてんばらだけじゃあ次行こっか。はい、次は誰行きましょう。じゃあ俺行きますか。おっ出ましたね。沖縄ね、やっぱすごい怖い。あ、沖縄の、じゃあ沖縄の人だよ。あ、怖そう。沖縄の人、ロッカールって言いますからね。やっぱね、そういう戦争が多かったり。そうですね。まあその、沖縄の有名な通りで国際通りってところがはいはい、ありますあるんですけど、そこで僕が小学校5年生ぐらいの時に、まあ親戚のおばさんがいるんですけど、その親戚のおばさんが、まあ霊が見える方で、で、まあスクランブル交差点があるんですよね、国際通りに、はい、で、まあ普通に歩いててで、スクランブル交差点渡ろうと思って信号待ってる時に親戚のおばさんが、うわって言ったんです、うん、で、どうしたのって聞いたら、もう明らかにスクランブル交差点の正面の方に兵隊さんの、やっぱり日本兵で、もう左側は血を流してもうこっちを見てると。で、やっぱ幽霊ってそういう方って見える人を分かるっていうじゃないですか、うん、で、構ってほしいから出てくるみたいなのもあるんで、で、もう見てるよと、こっちを、うん、で、まあ、どうしようと思ったけど、そういうの一番大事なのも、それを無視して気づかないふりをすることがいいから、もうそのまま無視して通り過ぎるから、もうあんたも一緒についてきてねって言われて、うん、そのままもう気にしないで、そのまま気づかないふりしようねって言われて、
分かったってなってそれで信号が青になって今パーってまあ人が歩く中、まあ、僕は見えてないんですけどパーって歩いててでこうスクラムが真ん中のやつにうわーってその水滴のおばさんが言ったんですよ。でえどうしたのって言ったらそれを無視しようと思ったんだけど通りすがりざまにお前見えてんだろって言われたんですよ。おーって言ってもそのまま消えてったらしいです、っていう話なんですけど、タイトルはお前見えてんだろお前見えてんだろすげー怖い怖い怖いガチにちょっと怖い話うーんガチ楽しいガチだねガチしかいガチしかいないガチしかいないすごいやっぱ沖縄結構ありそうだもんねそういうそうですね聞く聞くっていうか、まあ、僕も実際体験した話もあるんでまあもうちょっとそうだよねはい、まあ聞いたことあるで俺も実体験に、お、あ、来ましたね。社長も考えてきてる。考えてきてるっていうか実体験もう考えてきてるって感じ。思い出してるだけだからっていう。確かに次右耳聞こえなかったんだけど。実体験は耳をです。18歳の時に、車の免許を取り立てで、はい、これみんなあるあるだと思うんだけど、車の免許を取ると運転したくなるじゃん。あそうですね。ありますね。確かに。だから免許取り立てで、当時付き合ってた女の子を隣に乗せて、まあもうとにかく運転がしたいから、まあ、ドライブをしたんですね。で当時、まあ、カーナビとかはねついてなくて、どん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 山道の方に登ってったりとか、で18ぐらいで車の免許の取り立てだから。まだ峠とかちょっと攻めたの、だからどん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 山を登ってって、そしたら道という道みたいなのがだんだんなくなってきて、これやばいなとは思ったんだけど、結局一本道だから戻ることもできずに、そうですね、変な話、まあ、極論言うと山をこうするしかないっていう、越えていかないと、越えていかないと、で、まあ、もうあたり真っ暗で街灯もないから、もうハイビームにして走ってる状態だったんだけど、まあ、その時のね、彼女がもうトイレ我慢できないって言って、いや、我慢してって、降りてったら絶対コンビニとかあるから少し我慢しろって、いや、もうだいぶ我慢した上でもう我慢できないって言ったんだよね。もう真っ暗の中、まあ、女の子が車から出て少し物陰に入って多分トイレをしたんだろうけど、俺その間真っ暗の中一人で車で待ってて、怖いな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 ってなったの。言い忘れてる。ちょっとだけ、ちょっとだけ入りました。何回か怖いな怖いなちょっとだけ準備ってなったら、バタンつって、彼女が戻ってきた。彼女も、まあ、暗いところで一人にいたから、もう怖くて怖くて焦って走って戻ってきたから、はぁはぁって、はぁはぁ言いながら帰ってきて、もう限界だから電気つけていいって言って車の中の電気をパッてつけたら、パッて彼女の方見たら、彼女うっすらヒゲが生えてた。なんの話だ。やっぱね、真っ暗の中でね、いきなり明るいのを浴びると毛とか毛穴とかすごい目立つから怖いなと思って怖いっすよね、女性で山の中で何考えてんだよ。怖い、毛穴の中で。でもそれまさか言ったんですか、ヒゲ生えてるの。いや、すごいっすね。それ、第2章に続くんだけど、ね、その第2章は、第2章は1分で終わるからサクッて今話しちゃうんだけど、まあ、ちょっと、俺もこういう性格だから、まあ、見てる方には性格わかんないかもしれないけど、結構何でもかんでも言っちゃう人だから、冗談風に、なんかもうお前も長時間一緒にいたすぎいすぎたせいで若干産毛生えてきちゃってるよみたいな感じの話をして、そっから少しの間連絡が取れなかった。でも少ししてから18歳ぐらいの女の子だから、まあ思春期まだまださ、ね、今も同い年ぐらいの女の子に言ったら嘘マジごめんみたいな感じで済むかもしれないけど、ね、当時の女の子だからそんなこと言われて、きつくな、メンタルきついな、きついな、きついなってなったと思うんだよね。でもしばらくして連絡が来て、次会うことになって、ちゃんとね、謝ろうと、その場に行ったら、彼女ここに絆創膏貼ってた。
あれ処理の仕方ミスでしょ。負けちゃってます。怖いな、怖いな、怖いな、負けちゃってます。カミソリの怖さとか、カミソリの怖さ、エッジっていうものの怖さ、エッジ怖いな。ちょっと2倍場ぐらいでやっちゃってました。2倍場でちょっとやっちゃう。以上だから、これは、これは、完結と、今の話は完結で、ちょっとね、汗だ、ちょっと来年あたりハリウッドから来ますね。来ますね。第三章ください。ドゥン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 、全力進化させた、タイトル、ブン、カミソリ負け。ほら、結局すぐちょける。真面目ね、今日は。今日真面目にやるから。じゃあ次、千尋行こうか。はい。じゃあ僕ですね。じゃあ僕もじゃあリアルな話なんですけど、僕が体験した話じゃないんですけど、僕3つ上の兄貴がいまして、あの兄貴は今山形の方でサラリーマンをしながら一人暮らしをしてるんですけど、その仕事の帰り道ですね、兄貴がこう仕事から疲れて帰ってきたら、この曲がり角で誰かにドーンとぶつかったんですよ。わあなんだこいつはと思って、で目の前を見たら、なんかすごいフードを深くかぶった、なんかすごい息の荒れてる変な怪しい男が立ったんですよ。なんだこいつは気持ち悪いなと思ったんですけど、でもなんかその男何も言わないでぶつかったのに走っていっちゃって、なんだったんだあいつはと思って、そのまま家に帰ったんですよ。でそれで次の日ですね、次の日兄貴が朝ニュースを見たら、自分家の住んでる近辺に殺人事件があったみたいで、そういやー怖いなと思って、自分家の近辺に殺人事件なんて物騒だなって思って、で それそしたら見てたら、あのチャイムが鳴って、誰だろうと思ったら警察の方が来て、この近辺で殺人があったので、ちょっと事情聴取を聞かせてほしいっていうこと。そう、それで兄貴はその時にパッとあのフードをかぶった男のことを思い浮かべたんですけど、まあそういうことなんか見たよとかっていうと、あじゃあ詳しく聞かせてくださいとかってちょっと面倒くさくなっちゃうから、何も言わないで、いや何も見てないですねって言ったんですよ。でそれでまた次の日の朝ニュースを見たら、その殺人事件の犯人が捕まったと。でその殺人事件の犯人の顔がテレビに映し出されて、その犯人の顔を見たら、昨日事情聴取に来た警察官の人だったんです。じゃあその時に、はい、見たよとかって言ってたら、あ、はい、あ何があったかは、やられたかもしれない。よかったでも兄さん、怖いですね。怖いね。怖いよ。よかった。そういうの怖いんだ。あ、それリアルに怖くない？なんかそう、お化けとかさ、とっつけじゃない怖さってあるよね。ゾッとする。じゃあそのとっつけじゃない怖さ一個持ってる。はい。あ、そっち系持ってる？あっち系？あっち系？こっち系？こっち系。じゃあ俺あっち系サクッと終わるから。いやこの話、まあ社長知ってるかな？もう我が家にちょっと鳥肌が走った話なんですけど、髪やけに。まああのさっきの社長の話じゃないけど、俺が18区になると、まあ、地元の友達がみんなあの車の免許取り出すじゃん。でまあ地元のみんな友達みんなって言っても、俺地元に友達2人しかいないんだけど、でもまあそのね2人が免許取った。そうするとさ、やっぱさどっか行きたくなるのよ。でなんかみんなでちょうどこのぐらいの時期だったんで、あのちょっとはあの有名なトンネルに行ってみよう。あの静岡の方から強羅に抜けるね、すごい長いトンネルが 800m ぐらいで、そこには男の子が出る。あでまあそこのトンネル行って、でもまあ別に男の子見たわけでもないし、でもトンネルすげえ怖いのよ。なんかもう薄暗くって、で長いから、うお怖えみたいな。でも男友達3人でさ、車の中にいるからちょっと楽しさもあるみたいな、まあで中でまあね18区の時の若いノリでね、イエーイって言ってそのトンネル行って、怖いトンネルだったなって言ってわーって回って、どっかでラーメン食って帰ったんですよ、はい、そしたらその翌日夏休み中だったから、俺の当時付き合ってた彼女がね、俺と俺の部屋でゲームしてた。そしたら社長の下の弟が、お兄ちゃんこのソフト貸してって言って俺の部屋に入ってきた。でその時にその当時俺が付き合ってた彼女のことをその社長の下の弟も知ってるから、顔見知りだから、あいらっしゃいませどうもみたいな、こんにちはみたいな、兄ちゃんこれ借りてくねって言ってるような感じの愛想のいい弟なんだけど、その時だけはガチャッと開けて、じゃこれもらいますって言ってた。で、あれなんかあいつ今日なんか態度変だな、機嫌悪いのかな。で、その子帰った後にお前今日どうしたのって言って、機嫌悪いのみたいな、何かあったのって言って、え、何がみたいな、さっき入ってきた時なんか変じゃなかったみたいな、え、だって今日兄貴俺の知らない友達もう一人来てたんですよ。え、俺とその彼女しか部屋にいないはずなのに、俺の知らない兄ちゃん多分友達来てたでしょ、
だから気まずかったんだよね。だいや、いないよ、うん、っていうので、うん、だから要はその弟は男の子をその部屋でもう一人見たと、いるはずもない、で、お前何言ってんだよっていう話をして、日の夜に風呂から上がってきた親父が、おーっつって、今廊下で男の子見たんだけど、だから俺多分連れてきちゃったんだよ、そのトンネルから。あ、だから霊感強い人には取り付くって言いますよね。そう、だからもうその話したらさ、で、そんな話をしたら、え、俺、お前もなんか今日見たって言ったよね、ったら、うちの奥がさ、もうやーとかって言いながら、もうこれ塩撒いた方がいいかしらとかって、玄関にちょっと塩撒いてたから、俺も翌日彼女にちょっと部屋についてるかもしれないからっつって、塩吹かしてた。最後それ言いたいな。信じるか信じないかはあなた次第。都市伝説みたいな。ごめんなさい、最後のちょっと塩吹きの部分はね、ちょっと悪意を感じたかもしれないけど、でもこれ本当あの神明けに10年ぐらい前にやった話。でも優しい人には人がついてくるって言いますもん。いやまあね、全然関係ない。なんで今フォローしてくれたんですか。あれが人だといいんだけど。そうですね。じゃあ光行こうか。いいですか。おっと、光さん。僕結構もうカミソリみたいなのぶち込むんで、ちょっと言いました、今じゃでかいって言いましたね。結構98年99年ってすごい、K-1 が流行ってた全盛期、マサとキッドとか。ああ、それはまたそのあともっと響きが違う。アンディ・ムーブとか、アーネスト・ホースト、アーネスト・ホースト、サム・グレコとか、ミルコクロス、親父が大好き、よく見る、サムグレコとか、はい、もうその時もう圧倒的に強いっていう、うん、あのピーターアーツ、はい、もうあのハイキックで、ハイキックでもう元米軍からかな、フランスなかったですよ、そう、手が結構そっちミルコクロス、それミルコクロス、それそっちそっちつつピーターアーツってあれでしょ、赤と白のあの、そうね、結構もうなんか、すごいピーターズのやつは年取らない世界に住んでる人、はい、ピーターパン、はい、ピーターパン、すいません、ちょっと喋っていいですか。でもピーターって臭いっすよね。ピーターそうくらいますね、この辺のだけで嗅覚するのに。で、もうそのピーターズがもうすごい、絶対勝てない、ピーターズに勝てる人出てこないみたいになった時に、もう無名のジェノム・レバンナっていう選手、はい、はい、もう1ラウンドで右フックで沈めたっていう。どこは？あれ？カミソリの投げ切り、カミソリの投げ切りすげえの言ったね。すげえの言ったね。ははん、さては考えてきてないな。ひどいな。ここまで真面目に言って、ここでそれですか。今のがカミソリフックみたいな。お前すげえのぶっこんできたな。じゃあリュウタ、実体験の方行こう。ガチのやつ。いやガチのやつってか、ガチのやつしかやんない。やんない。今のね、若干一面の今日はガチのやつしかやんないから。これは19ですね。もう本当それこそなんですけど、まあ、車の免許を取ってドライブ行こうよって話になるじゃないですか、うん、で、まあ、男友達3人で行ったんですけど、で、まあ夜中だったり流れ的にちょっと怖い心霊スポットが沖縄にあって、まあ、クラブなんですけど、廃墟のクラブがあるんですよ。で、まあ、そこがあるで、ね、幽霊スポットだからってなって、じゃあ行こうよみたいなノリになって、まあ、行ったんですよね。で、まあ、行ったら、まあ、3人中1人霊感強い友達がいるんですけど、もう着いた時点で、あ、もうこれやばいわってなって、あ、もうこれ出るから、もう俺もう気持ち悪いから、俺めっちゃ取れたって気持ち悪いから俺ちょっと入らないわっつって、で、いや行こうよって言ったんですけど、もうその友達は断固として行きたくないってなったんで、じゃあ俺ともう一人の友達で行こうかってなって、まあそのクラブ2階建てなんですけど、まあ入ってって、まあ1階入っても、うん、まあ普通の本当に廃墟でも何も誰も手つかず状態のクラブがあって、で、あ、何もないじゃんねって思いながら、とりあえず2階も行ってみようって2階上がってったら、まあ後々聞いた話だと2階ですごい自殺をした方が多くいるっていうことだったらしいんですけど、で、まあ2階に上がったら、さすがにちょっと僕らもなんかちょっと気味悪いねって話になって、まあちょっと気持ち悪いねって思ったんですけど、とりあえず2階に上がってきたんだし、友達に俺らビビらずにここまで来たんだよっていうのを見せようと思って、窓があったんで窓をガラガラガラって開けて、で、まあ懐中電灯を持ちながら行ってたんですけど、
まだガラガラって開けて、で友達に、おーいって手振ったんですよ。俺はここまで来たよみたいなことを言ったら、その霊感ある友達が電話かかってきて、すぐ。で、お前らすぐ降りてこいって言われたんですよ。で、俺らもなんかわかんないけど怖いじゃないですか。で、と思って、まあ、すぐ降りてって、その友達のとこに行って、どうしたのって聞いたら、お前ら扉開けて、窓開けて、開示電灯持ちながら、おーいって手振ってたけど、手振ってる開示電灯の当たってる光とか全部顔だったよって言われてます。うわー、おーいってけど、ここに全部人の顔があったらしいです。怖っ、怖いっていう話。だからそういうとこ行かない方がいいですよ、うん、いや、そうだね。いや、なんか俺だけ履き違えてます。いや、でも実際そういうなんか病院とか入るの、うん、そういういわゆる有名なところに行ったことってある人います？実際本当に。ない。廃墟になって行ったりっていうか、その俺は蓮と違って地元に友達が多かった。あ、そうですね。あれ友達って言うんですか？俺ギャングだと思ったの。ギャングじゃないや。よく言ってた。だから俺、リュウタと全く似たような感じで2階から大行ってやったことあるんだけど、そしたら友達からすぐでやってきて、お前今すぐ降りてこいっつって、おわっわーっと走ってたら、はい、もう自分たちが出て3秒ぐらいにその家がバーッと爆発したっていう。絶対うざいっすよ。ドッキリドッキリドッキリ、そんな大ハードみたいなことありますか？でかすぎだろ。ドッキリ危ねえよ。それ昨日猫の恩返し見たからじゃない。そんな内容じゃないっていう。そんな内容じゃない。あ、でもね、僕もまだ行こう、行こう、行こう。はい、で、僕、まあ、これもよく、まあ18歳になって、東京出てきて、まあ、20歳になって帰った時に、やっぱ友達、車持ってるんで、車でちょっと、田舎の方なんで、九州の田舎の方なんで、車でちょっと、夜だし、ちょっと山の上行ってみんなで話そうよって言ったんです。で、うちの山のてっぺんって、ちょっと公園になってまして、広い公園になって、そこに1個だけ電話ボックスがあるんです。で、これ、なんか夜中になると、なんか噂で聞くと、いつもそこの公衆電話で、そんな周りに人いないのに、民家もないんですよ。そういう山の中で、必ず電話してるって目撃がすごかった。で、それ見に行こうと、一回。見に行こうって言って、バーって30分ぐらい行って山の方行く。そうすると、そこにはちょうど、うち、地元っていうのがお茶がすごい有名で、すっごいでっかいジュースがあるんです。で、そこまでパッて行った瞬間に、おい誰もいねえじゃんって言って、通り過ぎ落ちたら、その4人友達のうちの1人が待ってって、誰かいるよって言われた。え、本当？で、降りてって公衆電話の方に近づいてた。でも誰もいなかった。で、パッて戻ったら1人いないんですよ。あれ1人いねえじゃん、あれどうしたの言ったら、ごめんごめん、トイレって言うんですよ。トイレって戻ってきた時に、なんか後ろに知らない人がほとんどいた。で、その方も一緒にこうついてくるんですよ。でも友達気づいてなくて、で、まあ車に乗り込もうって車に乗り込んだ瞬間に、コンコンってそのところに来て、何ですかって言ったら、もう乗せてくれない、車に乗せてくれないって。どうしたんですか、こんな時間に。いや、いいから乗せてよ。いや、怖い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 って言って、そのままバーッと急発進したの。で、次の日ニュースで見たら、急須の中に全く同じ人の死体が入ってた。それで、その人靴履いてなかったんです、うん、ですけど、車の中になぜか泥だらけの靴が、知らない靴が一足ポンと置いてあった。その瞬間に、もうこれやばいと思って、霊媒師の人たちにこう全部見てもらうと、やっぱりトイレに行ったやつが、その幽霊というか、その死んだ人の霊を完全に持ってきちゃったらしくて、その友達、あの、なんか腸かなんかの突然病気にかかって、その死んだ方のその死因っていうのが、お腹を刺されて、だからそれで、その、なんかね、それに関係したところが悪化したって言って、それ以来もそこの峠は越えないようにしようって言って、
すごいよね、だからトウヤ君の話とさ、実際その幽霊っていうのさ、結構事件に関わっちゃってるよね。関わってますね。だからトウヤが行くとこで事件起こるよね。コナンって呼んでいい。コナン、まあ、ちっちゃいな。ちっちゃい、ちょっとちっちゃい。ちょっと省略ですけど、嫌ですよ。まあまあ、そういう事件もあったという、なんか。いやでもこれリアルにこうやって実体験話してると怖いですね、やっぱり。怖いです、怖いです。ね。うん、一番怖い。いきなりの怖い話のさ、こういう怪談話のテレビ番組でさ、CM に行く前ってさ、大体さ、次とかの話のさ、人が驚いてるところのさ、キャーみたいな感じのやつからさ、CM に行くじゃん。それやってるよ。一旦 CM です。素敵な恋しよう。ライバルって必要だと思います。ライバルがいるから今の自分がいるし、頑張って人に囲まれてると自分も頑張れます。仲間って大事や。ああ好きだろかハニー。ペイトのペイ、ヘロモンたっぷりな。ペイトのイ、いろんなキャストが。ペイトのトとしまやんで、僕とあーカメラこっちじゃないからね。だっていつも立ち位置じゃないですよ。びっくりしたー。どうした後ろに壁あるかと思った。いや壁あるんですあるか、実際あるんですよ。壁あるんですよ。超怖いですよ。あっという間にお酒全部からです。うわー、誰誰。ちょっとね、ライブコメントいただいてるんで、はい、一回ちょっとコメントを、はい、あとちょっとヒカルさんが今日ちょっと失敗したみたいな感じでちょっと早めに出してるんで、ね、ヒカルさん持ってきた実体験のやつなんかちょっとあれ、またちょっともう一回聞かせてもらってピーターアーツ、ピーターアーツが何でしたっけ。ジェルモレバンナに神そりじゃない。はい、というわけで時代が変わったもんね。そうだね、新時代が来たんだ。あの、ブンブン振り回すやつだよね。そうです、うん、すげえインファイターのやつだよね。そうですね。コメント、はい、ゆうたくん、髪切った。あ、髪切りました。あ、短い、短いしもね、怖かった。どこで切ったんすか。はい、え、どこで切ったんすか。いや、それ言っていいの。ちょっと、あの、地区だけ言って。田中12号。うわぁ、怖っ。うわぁ、ずっとすごい。あと、やっぱりね、みんな第6東亜の夜は怖いっていうね。その辺はやっぱり多いっていう。そうだね。あと最近飛び降りないね。いやこれ言っていいのか分かんないけど、実はしょっちゅうまだまだですか。まだになってないけど、なってないけど、この間言っていいの、大丈夫でしょ。この間はあそこマンション名言わない方がいいけど、区役所通りのローソンの、そうですね、有名な、うん、はいはい、マンション。 あとうちのキッズが、キッズのビルの裏側ってラブホテル街じゃん。はいはいはい、そう、そのラブホテルじゃないんだけど、あのキッズの裏側のビルは本当に最近、あんま話題にならないけど、裏の方で話題が、みんなパラシュートをつけてると勘違いしてるんですよね。あれ、え、私のせい。え、詳しく教えて、そのパラシュートどうですか。一旦 CM で。いいよ、はい、はい。危なかった、CM にポーズの前。おつえがおつえ。社長とリュウタの漫才みたい。あーあー。漫才見たよってのもありますよね。じゃあこのクラスで漫才やってみるみたいきついきつい。今見れるんですよね。そうですね、まあ、そうです。お父さんの方で。あんま効率感になってすごい怖くなるから、うん、私普通に歌舞伎町で死体見たことある。あ、怖いね。怖いですね。でもありますよね、歌舞伎町で。あの、僕の知り合いが、なんかあの、バラバラ殺人事件。また事件かい。本当に来ないか。本当に来ないか。事件に関わらず。新大久保駅近くでバラバラ殺人事件
やつ好きですね。会った時にやっぱコラボって呼んでいいコラボあ、ごめん、何、はい、それでシャーズ、シャーズの話やっぱりシャーズ、シャーズの方だからやっぱバラバラ殺人事件の時にやっぱこう、ね、腕とか見たっていう人もいましたやっぱその時僕も新聞配達をやってたもんでそれであの朝新聞コロンボがコロンボが、はい新聞配達やったらまたこっちのこっちでやってる方がまあ配達中にやっぱ自転車でまた走ってると見たっていう人たちもいましたゴミ袋も入ったらレイヤー来ておめでとうございますありがとうございますまたありがとうございますああ、そうですね。1週間、はい、ラッキングが総合で1位を取らせていただきます。え、リュータは？リュータは何番？僕ですか？うん。僕は、あれですね。やっぱね、でもね、新聞配達の人が発見することが多いんだって。そうですね。でも時間的にそうなのかな、ね、じゃあ。3時ぐらいから動き出すからね。そうですね。結構やっぱ見ます、ね、でも俺青森県で新聞配達やってたんだけどね。あ、本当に、へぇ、そこが怖い。いや、似合わないです俺が新聞配達怖い。あの、一回、大体普通の俺の距離あの、回るの大体ね、青森県でね多分、東京だったら200件では回ると思う。はいはい、回ります青森県だと9件、ほら回る9件時間的に長いんだよね。あ、時間的にどれくらいかかるかな。あ、そうだよね。そう家の距離が遠いから、ね、距離が長いから、そうだよね、走る距離は結構長い。だ1時間以上かかる。いや、思うで、うん、はい、普通は20分かかるとこ、はい、1回俺自分との記録勝負キャプテンス出ましたね。出ましたね、今日その自分との戦い9分30秒9分30秒。ゲーム。ちなみに泉の新聞配達何が怖いってポスト破壊されそうでいやもういや入れるときノールックだからいやだノールック見てない見てない入るか入ってるかもうあなた次第家のポスト次第だからみんなポストならこんなんだからだからでかいな落とされてるんだ、ね、飲んでやる人もいるんですよね。これ怖いか怖くないか分かんないですけどいいですか、ね、どうぞ。1分ぐらいで終わるんで、はい、いやもうちょうど4年ぐらい前です、ね、はい、僕はあのバーテンしてて、はい、でそのバーにまだ別の仕事してた社長がね何回かちょくちょく暇だと飲みに来てくれるんだけど、はい、でまあ住宅街の中にあるバーだから、はい、まあ、薄暗い中でね、俺ともう一人の従業員で、本当にただずっと DVD 見てるみたいな、暇な店だったから。うん、でも、大切だなぁ、大切だなぁって思ってね、過ごしてたんだ。あれ、そしたらそこに社長が来てさ、ちょっと一緒に兄貴ホストやろうよ。歌舞伎町行かない、うん、って言って。で、まあ一人じゃ不安だしさ、社長が。どうしよう、一緒に行こうよ、つって。俺、兄貴売れると思うんだよね。面白そうだな、面白そうだなと思ったの。で、歌舞伎町に来てさ、ね、一緒に始めて、そんな感じで最初、社長に誘われてね、兄貴がいてくれると心強いからみたいな感じで一緒に来たのに、なんか4年の時を経て、今、その所属がね、社長で、そこでプレイヤーしてるんです。怖くない？だいぶ噛みそり、マジか。二発目ですね。いやだって俺もう前半で気づいたからね、噛みそりあるでしょこれ。いや確かに。噛みそりあるでしょ。今二枚は後半。二枚はね。もう後半だから、はい、ちゃんと対談話って言ってるから、うん、ガチで行こう。はい。はい、さっきの泉さんの夜の対談版の話みたいな。お。そうは思わんかね、ワトソン君。ワトソン君。はい。あれ、俺パトソンじゃないでしょ。じゃあ一回真剣に行くね、怖い話。はい、霊感全くないんだけど、うん、はいはい、20歳ぐらいかな。そのさっきも言ったけど、地元でも毎日のように10人から20人ぐらいで飲んでて、真冬の当時みんなバイク乗ってたから、はい、そのみんなそのバイクで集まって遊ぶんだけど、でまあとにかく真冬で雪も降ってるような時だから寒くて、みんな超厚着してる。でみんなもうバイクとかだからがっつりロングコート着てたりとか長いダウン着てたりとかする。真冬にそのまあ食事するのにみんなで店に入って、
ご飯食べるかな。その友達の足元に子供がついてるのが見えて、うん、初めての経験だからびっくりしちゃって、でも友達だから俺も教えてあげようと思って、いやお前足に子供ついてるよって、なんか思い当たる節あるって、でいやないって言って、ごめんもうはっきり言うねって、お前ずっと足に膝小僧ついてるよ。膝小僧かい、怖くない、真冬に真冬に膝出てんだよ。怖い、勇気すげえ、膝痛めるから高いけど、しかもバイク乗るのに、怖い、寒い、ね、そりゃ20人ぐらいって1人だけだよ、小僧が出てた、小僧が出てた、怖いなと思って。そしたらそいつ何つったんですか。え、膝こそついてる。多分長ズボンが全部洗濯してる。これしか動かなかったからこれできたみたいな、怖いなと思って。断れよって思いますよね。だから結局社長は今まで生きてきた中でさ、怖い思いしたことがないからね。結局なんか見たことないでしょ。霊感ないから知ってる。見えてる。いやでもなんかね、これね、これもちょっと本当どうでもいい、もう本当家で話すよっていう二人の話なんだけど、俺全く暗いとことかお化けとかそういうの大丈夫な人なの。で前その親父が、はい、あの暗いイコール怖いとか、うん、暗いイコールお化けとかっていうのをちっちゃい時に一切教えなかったんだ。うん、うん、聞きました、うんうん、あれっていうのはちっちゃい時に埋め込まれた潜在意識じゃん、うんうん、暗いイコール怖いとかさ、うん、っていうそっち暗いよ怖いよ言っちゃダメだよとかって言われるから、でもそれを一切やらなかったら本当に別に暗いところが怖いっていう概念がなく育っちゃった。寝る時とかも保安灯とかなく、あじゃあねお休みみたいな、当たり前に真っ暗にされるのよ。でだから真っ暗が怖いと思ってないから。じゃあ小さい頃にお父さんがこう靴下こうすぐ働いてこう脱いでこうやってこれ臭くないよっつったら臭くないみたいな。いや臭いもん臭いもん。臭いもん臭いもん。分かんない、これがいい匂いっていう認識になる。いい匂いだよ、うん、小さい頃にずっとかませたら、うん、られたらもう臭いもんもすごい。このくだりいりますか。このくだりいります。だからやっぱ多分夜その暗闇イコール怖いっていう概念はやっぱり幼少の時に今社長がおっしゃったように、あの植え込まれてなければ怖くないんだよ。だから例えばさ、俺思うよ、女の子とさ夜そういうことになりましたってなった時にさ、あ、ねんくん電気消してって言われた時、あ、育ちに似てるなと思う。あ違う、それは恥ずかしい。そうなんだ。そうなんだ。でもこれ好き嫌いとかにも関係するらしいですね。食べ物とかも物心つく前に食べれるよっていう潜在意識を植えさせて何でも食べさせられたら、やっぱ好き嫌いがなくなるらしいです。これは別に沖縄の人もゴーヤ食べたくて食べてるわけじゃない。あれはあれ食べないと夏バテしちゃうんですよ。あ、なるほどなるほど、熱いですね。生きるために食べてるだけなんで、沖縄の人ってじゃあゴーヤ好きなんだみたいなこと言われますけど、あれは生きるために食べてるだけなんで、ってことはあまり好きではない。ただもう元々食べてもう潜在的に食わされてるだけなんで、はい、これさっきはみんな話もなくなったね。俺まだ3つ4つぐらいあります。いや俺まだあと5個ぐらいあるよ、まあ、でも俺たまにまちょっと泉さんの聞いてみたいなって思って。いやそう1個光がちゃんと真面目になっていくわ。そうでもさっき社長に僕言ったら止められたんですよ。本当あの犬使って戦ってくる敵の話だけど、それだけダメだよ。ちょっとつい怖いって言ってたんで、犬使って戦ってくる敵の話だけ。ダメだよお前。犬マジ。あれは怖えよお前。もうすぐいいだよ。さっき言ったわすぎて。怖い。冬の毛皮の男の話してきたんで、そろそろかな。でもあれはやめよ。じゃあ違う観点の怖い話一個。怖いのとあるやつなんですけど、もう本当に。もうみんな名前言ったら分かるくらいの有名な、まあ、グラビアアイドルさんの実体験の話なんですけど、まあお家ねいるとやっぱそういう仕事してますから、まあ、ちょっとまあストーカーじゃないですけど、やっぱり変なファンの方がいて、でなんか小包が届いて「宅急便です」って言われて、まあ、中見たら DVD が入ってたらしいですよ。変な DVD が入ってるから気持ち悪いじゃないですか、うんうん、で見ないでこうと思って、で見ないで、まあ、放置してたら、まあ、あと1週間ぐらい経った時ぐらいに、まあ、グラビアアイドルのお友達他にも集まって鍋やろうよって話で、まあ、その子のうちで鍋やってたんですけど、で鍋食べてたらその DVD を友達が見つけて何これ見ようよってなって、
じゃあそれなんかね、変な人から送られてきたから気持ち悪いから見ないようにしてるんだよねって話をして、え、いいじゃん、面白そうだ、見ようよって話になってて、その人以外の3人が乗り気で見ることになったんですよ。はい。で、まあ見たら普通にベッドの上で、まあ、男性が、まあ、裸になってずっとこうやって踊ってるだけの DVD だったらしいんですよ。で、何これ超ウケんだけどみたいな感じで、まあ、友達みんなで、はい、何こいつマジウケるとかって話をしたら、はい、まあ、その有名なアイドルだけは全く笑ってないんですよ。で、え、なんで笑ってないの、超ウケないって言ったら、え、待って、これ私の寝室なんだけどっていう。いや、しかも取り出さったらやばい。だから、まあ要するにいつでもお前のお家には入れるんだぞっていうアピールなんだ。アピール、うん、犬連れて、犬連れて、いっぱいいますね、そこいっぱいいますっていう話。それ怖いよね。こういう、まあちょっと違う観点の怖さ。じゃあ僕も一個事件話ですか。また事件話すの、事件すぐ出そうとする。事件、ちょっとその許可はヒカルに取って、うん、大丈夫ですか。ちょっと待って、さっきのくだりでよかったんだよ。さっきのくだりでよかったんだよ。じゃあヒカルさん、いいですか。どうぞ。いや、やる気やるよ。じゃあ僕の話は、僕アメリカに行ってた時の話なんですけれども、ちょっとまあ音楽関係の仕事をやってた時に、ちょっと向こうのコメディアンの方と、すごい有名なコメディアンの方がいて、ちょっと日本通の方がいまして、でその人とプロモーションビデオっていうか、そのプロモーションで一回共演したいということで、すごい有名になってたんで、テレビ局の人とディレクターさんと一緒に行ったんで、その時にその交渉する時にディレクターさん一人で、僕だけ交渉しに行きますって部屋の中ガシャッと入ったんで、5分ぐらい経ってたんですから、パタッて突然出てきたんで、ディレクターさんよし、撤収って言われたんです。撤収、帰ろうって。で、まあ車に乗ってる間にしばらく10分ぐらい走ってる途中に、突然ディレクターさんが肩の荷が下りた感じで、元って言ったのが、ほら、あの人、この世の人じゃねえぞ、元って言った。で、よくよく、その、後日、調べてみると、その人、監禁されてて、殺されてたっていう話で、でも、なんで僕たちはディレクターさんっていう感じなんですけど、でも、本当に、その人が3日後ぐらいに、本当に地下で殺されてたって話。その僕たちは冷凍そばで交渉してたっていう。やばいっすね。そりゃね、すぐ事件に関わってた。事件多分です、事件多分ですけど、はい、お母さん市原悦子でしょ。カフェ行くの見た。見てるですよ、よく。ここ見てます。多分見てます。ただだってめっちゃ見てますもん、事件。ただ似てるか似てないかで言うと似てます。似てます。多分言っちゃうね、エスコスだって。違いないね。どうします？CM 明けのハイライト流してから CM 行きます。うん、あと残りも5分くらい。じゃあ最後 CM 上げて1本って感じかな。はい、でも最後の1本はガチで怖いです。ハード高くなった。君は僕のことどう思ってるかわからないけど、僕は君のことが好き、嫌い、好き、嫌い、好き、好きだろうか、ハニー。はい、始まりました。はい、もう残り時間も少ないんで、ちょっと、ね、最後一個、最後取っておきの、取っておきの、ドカン。はい、
どうぞ、社長、最後にとっておきのやつ。いや、ゆうた、とっておきのやついこっか。まあ、でも、今日俺一番普通に怖い話してる自信があるんで、その中の中の一番とっておきでしょ。あ、まあそうですね、実体験の一番とっておきを出すでしょ。怖いやつかなと思います。普通に怖いやついこうじゃん、はい、普通に怖いやつ、うん、まあ、これは実際に僕が体験した話なんですけど、3年くらい前に、まあ、お付き合いしてる女性がいまして、で半年くらい付き合った時に一緒に住みたいねって話になって、じゃ一緒に住もうってことで、まあ、お家を探したんですよ。で、まあ土地でいうところの三軒茶屋なんで、まあ、そこそこいいとこの普通に15階建てぐらいの高層マンションの9階なんですよ。で、駅からも歩いて8分ぐらいだったんで、まあ立地条件的には全然悪くない西区の方だったんですけど、で、まあそこが家賃がすごい安かったんですよ。こんな立地いいのに、あ、こんな安くで入れるんだって、まあ今考えてみたら、まあ、あ、いろいろあったのかなって考えたんですけど、まあ、その時そんなに僕らもお金余裕もないけど、こんないいところにこういう値段で入るならよくないっていう話になって、で、まあ住むことになったんですけど、で住んで3日目ぐらいの時に彼女が、まあ2人初めて休みがあったんで、今日じゃあ私が料理するよっていう話で、まあ付き合って半年ぐらいですけど、ラブラブだったんで、じゃあ俺も手伝うよなんていう話をしたら、いいよいいよって言って、座ってテレビでも見てなよって言って、で、まあ俺はテレビ見てて待ってたんですけど、まあちょいちょいこうなんか後ろからギャッと抱きついたりとかっていうのがやっぱいいじゃないですかっていうのを憧れてたんで、で、まあキッチンと普通にリビングちょっと離れてたんですよ。まあ壁一枚あってみたいな感じなんですけど、で、これがリビングにいたんですけど、まあ、彼女が料理してる音を聞きながらちょっと行こうかなと思って、構えに行こうかなと思って扉開けようと思ったら、キッチンの方電気消えてるんですよ。で、え、なんで電気消えてんだろうと思いながらも、まあ、普通にガチャって開けて、で、したら彼女の後ろ姿でこう洗面台とかでなんか洗ってるんですよ。で、え、なんで電気消えてんだろうと思いながらも、俺もちょっと驚かせようと思ったからゆっくりそーっと行って、で、近くになってパッて見た時に彼女がお米を洗剤で洗ってたんですよ。この女、米の取り方知らねえなと思って、すごい怖かったんです。怖いわー。一緒に住んでみないと分かんないなと思って、知らないでお前は食べさせられてたら怖いなと思って。怖い怖い怖い、ちょっと味おかしいな。で、しかも後々聞いたんですけど、無洗米だったんです。言わなくていいやつ。あーそう、水入れるだけで OK なのね。怖いなーと思って。綺麗好きなんだな。綺麗好き、絶対いい匂いしたらダウニーですよ。ダウニー柔軟剤、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 柔軟剤。もしくは食べた後にやたら手繋ぎたくなったら、うん、チャーミーグリーンCM 通りじゃん。チャーミーグリーンを使うと手を繋ぎたくなる。すいません、照明上げてください。すいません、ありがとうございます。まあ最後ちょっと続けちゃって、はい、じゃあ以上もしましたね。階段話はおしまいで、はい。いや結構ほんと怖だったね。すごい。おー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 やめてくださいよ。これ読んだな。読んでる読んでる読んでる、これ読んでるな多分。じゃあ最後にゼミにどの話が一番怖かったかをね。はい、いいですか、うん、俺の中で、俺もあんま怖い話あんま好きじゃないから、はい、結構あれだから、本当にシビアになって嫌だったのが、リュータの2番目くらいのやつ。クラブのこういうやつですか。うん、それ。ああ、ハイコイベント、ハイコイベント。ハイコイベント。ハイコイベント。大体ハイコイベント。はい、じゃあ最後に、告知は、クラブキッズ一部の方で、あさってですね、はい、22日の月曜日に、はい、レンカのバースデーを、ね、イベントを、ね、行いたいと思いますので、はい、よかったら、ぜひ見てください。はい、そして、まあ、エスコレッションの、レイズの方も、うん、もう1ヶ月くらいですかね、もう。
立ちますかね。はい、パッチョコです。はい、営業してますんで、もう新店の方なんで、キャストもね、イケメンがたくさんいますんで、よかったら、レイズの方もお越しください。で、あとは、うん、特に言うことないね。うん、まあ普段は別にこういうね、暗い話じゃなくて、もっと楽しいお店なんでね。そうですね、はい、そうですね。あと、ポソンスを言ってきますか。あ、まあ、うん、まあ一応、今、ポソンスさんの方で、あ、そうだね、クローズアップ、クローズアップは多分終わったんじゃないの。もうそろそろ終わった、終わった、終わった。うん、僕と社長の漫才動画が見れると思うんで、よかったら見てください。面白いですよ。見てください。盛り上がりになってます。バイバーイ。来週この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。クラブキッズ受賞。はい、まずクラブキッズ一部では5時間営業日給1万円という給料システムでやらせております。そこで、まあ、経験者の方にはなんか特別な、まあ、給料システムがあるとのことなので、まあ、自分の足でぜひご来店いただいて、そこで確認して、自分の目で確認して行ってください。では3部の方はどうなってるのかな。そうですね、3部の方は完全新規オープンでやってますので、まだオープニングメンバーという形ですね。朝8時から5時間営業で日給1万円という給料システムとなっております。今歌舞伎町で店舗数の少ない時間帯となってますので、経験者未経験者ともに売り上げをつかみやすいチャンスとなってます。歌舞伎町誰だ誰だ、まあ、そういう感じで、まあ、一部さんも、まあ、共にね、こういう楽しい環境を随時、まあ、僕たちで作っているので、まあ未経験者の方でも逆にこちらにある番号の方にぜひぜひ連絡をして、うち、まあ、このキッズの方にご来店ください。ではクラブキッズでお待ちしております。心ここにあるまたそれ